はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はかなり、まあね、今までずっと飲んでなかった日本酒でございます。北酒場生貯蔵酒です。はい、こちらですね。まあ紙パックのやつなんですけど、ね、100円ぐらいで確か買った記憶があるんですが、何分ですね、ずいぶん前の話でですね、これ製造年月日が去年の11月と書いてあります。約10ヶ月ぐらい過ぎてるんだよね。ただ賞味期限っていうのが書いてないんで、日本酒ってね、基本的に書いてないので、まあねといった感じなんですけど、アルコール度数が13度以上14度未満、原材料米麹、違う、米過去国産と米麹過去国産米、あと醸造アルコールと糖類と酸味料、今宵身も心も酔わせる。これはですね、生貯蔵酒、つまり生のやつです。生酒といったやつですね。通常の日本酒と違って生なので、ちょっとさっさと飲んどかないとなと思い、もうこんなに10ヶ月ぐらい過ぎてるんですけど、どういうことだと、もうそろそろね、日本酒をね、マジでね、消費しないとね、やばいので、今後ですね、日本酒パラダイスになります。今後、酒動画しばらく、日本酒パラダイスになります。俺がね、昔、10ヶ月以上、1年前ぐらいに買った、ね、日本酒をね、ガバガバ、上げていくことに、取れない。ね。これをですね、冷やしといたんで、冷やしといたんですよ。これね、冷蔵庫に入れといたんで。いただきまーす。乾杯。これね、これ若干ね、黄色くなってんだよ。あんまりわかんないと思うけど。若干ね。でですね、俺、そこに置いてあるんですけど、多分1年ぐらい前のやつだな。トップバリューのね、カップ酒があるんですけど、それがね、さっき今日見たらね、黄色くなっててね、あれこれ梅酒かなと一瞬思って、あ、これ梅酒かと思って見たら普通の日本酒とかって書いてあって。これやーべえだろう、ね。まあ、普通に美味しいですね、これはね。甘くて。ただ、日本酒っていうのはですね、賞味期限書いてないんですよね。賞味期限がね。で、ググってみると、日本酒の賞味期限について、というのは、通常日本酒の瓶、過去ラベルには製造年月日は記されてますが、賞味期限は記されていません。実は日本酒は冷蔵庫などの、温度変化のない冷暗所で、保管状態さえしっかりしていれば10年以上も保管し熟成させて楽しむことができる飲み物だからですと。ね。まあ、つまり、古酒みたいな感じですね。になると。ただ、誤解ないように申し上げますが、冷暗所とはいえ、さすがに10年以上保管されたお酒は、製造月当初の色、香味とは異なり、好き嫌いがはっきり分かれるかもしれない個性的な味とのことで、特に外国の方は、好んで飲まれる方が多いと。
らしいです。らしいです。うん、なるほどね。まあでも通常やっぱり半年ぐらいで飲むのが、まあ、特に生酒、この生貯蔵酒、生なんたらかんたらとかって書いてあるやつはやっぱり半年ぐらいで飲んどいた方がいいっぽいですね。うん、まあね、そんなこと言ってもねという感じですけどね。だって賞味期限書いてないじゃんって感じなんですが、うん、仕方ないか。うん、でも結構普通に美味しいですよ。うん、は？ロンドンブーツの田村敦史、あ、田村亮か、これ亮さん39歳かよ、結婚だって。とうとう結婚したな、こいつ。てか39歳かよ。かなりいってるな。神戸市の中学校で生徒に素足で裸足で、懲罰ランニング68名 全治1週間の水ぶくれができ、学校長が謝罪へって。中学1年から3年の男子生徒180人が1周約150メートルを、裸足で5周から8周走らされ、68人が足の裏の水ぶくれで全治1週間。68人も水ぶくれの全治1週間って恐ろしいな。はぁなんですけど。いやぁ。マジかよ。そうそう、新型ビータ、新型 PS ビータの話なんですが、俺は買いません。うん、うん、なぜならあのね、液晶になっちゃったんですよね。有機 EL が液晶になっちゃったんですよね。で、画質がゴミになった。なので買いません。まあ、買うとしたらビータ TV ですね。ビータ TV は結構欲しいなぁと思うんですけど。まあよくやったもんだよな。よくやったもんだよ、本当に。だってビータ TV ってただテレビでビータができるだけでしょ。それ1万、
1万円で売るわけですからね。いわゆる PSP の接続端子のね、テレビに出力するための端子を1万円で売るというような、同じようなものですよ。まあ、ニコニコ生放送とか動画に上げるのにはね、それが一番なんで、個人的にまあ、ねえと。ね、ニコ生で、ちょっと、地球防衛軍はやりたいなという感じなんですけど。どうなんだろうね。なんか、はめられてる気もしなくもない。コミュ障でも大丈夫。恋愛にコミュニケーション能力は必要、え？重要じゃない。嘘つけ。なんだって？なんだって？そうだったのか。恋愛にコミュ能力は必要あるだろ、ボケー。ドッカーンと、ね、言いたいんですけど。心を大にして、声を大にして言いたい。何を言ってるんだ、君はと。貴様と。ね。ただし、イケメンに限るのは典型的じゃないか。ねえ。だってそうでしょ。イケメンだったらほら、ね。コミュニケーション能力なくてもほら、勝手に寄ってくるから、まああれだけど。何を言ってんだ。ああ、はい。でも普通にこれ生貯蔵酒普通じゃね？普通に、まあまあ、まあって感じですよ。うん。日本酒ね。あんまり俺日本酒飲まないけど。日本酒の生、生酒としては普通じゃないですかね。なんか Google はなんかすごいことになってるけど、これ何？Google がすごいことだって。なんだこれ。すごいことになっちゃって、なんかよくわからんこと言ってる。で、最近ですね、俺がハマってるゲームがありまして、ドラゴンクエストのモンスターパレードという、これが面白い。メタスラ、まあブラウザゲーですね。ドラクエ初のブラウザゲまあ地味に面白いです。地味に。まあ、いわゆるドラクエのモンスター、モンスターズみたいな感じですね。簡単に言うと。モンスターズっぽい。かなと。
さん、皆さんもちょっとやってみてはどうでしょうか。ということで、この、北酒場の生貯蔵酒は三つ星です。それではご視聴ありがとうございました。